アポロ公式ポッドキャスト、パワーポッドキャストの作り方は、コンテンツで世界を元気に、ブルーポイントインフォーマーケティングの提供でお送りします。はい、こんにちはポロです。今日はですね、ネタがないのではない、丸まるがないのだというテーマでお話していきます。まあ情報発信をする上で一番ね、まあ多くの人がぶち当たる壁がですね、ネタ切れだと思うんですね。 こう、発信したいけども、これ以上ネタがありませんみたいなことって出てくると思うんですけど、まあこれはまあ誰しもがね、一度は経験したことがあると思いますし、まあ僕自身もね、頻繁にというか、今日なんか発信することないな、みたいな。まさに今日もそうだったんですけどね。このポッドキャストのね、セカンドチャンネルの方何言おうかな、みたいなことをね、考えたんで、まあちょうどいいんでね、このネタ切れに関する話をね、していこうかなと思うんですけど、まあ僕はいろんな場合一体で情報を発信していて、まあ最初はブログから始めたんですね。 で最初に立ち上げたブログが潜在意識とか必要性の法則に関するブログで、まあこれも今、一応続いてはいるんですけどね、ちょっと時間がなくてなかなか書けてないんですが、これがまあ800記事ぐらい。で、次が英語とか海外移住に関するブログで、これもまあ400記事ぐらいとか、4、500記事かな。 で今のまあメインブログになってるやつがまあ約500記事ぐらいあるわけですけど、そういうような形でブログで情報発信をしながら、あとはポッドキャストも始めて、ポッドキャスト始めてもう3年経ったんで、今メインチャンネルの方はおよそ900エピソードぐらいあります。で、こっちはもう100エピソードぐらいですね。今言ってるんですけど、その他 YouTube ね、多分500動画ぐらいあるんですけど、なんでそんなにこうね発信ができるのかってことですよ。 もちろん僕がこの情報発信を始めたタイミングでね、そんな全部ネタを考えていたわけじゃないしね、当たり前ですけど。だけど、そこまでネタが出てこずに途中で止まっちゃう人がいるわけですよ。止まっちゃうともう全てが終わるというかね、情報発信っていうのは終わりがないんで、5年後、10年後もずっとやり続けていかないっていうふうにかん考えると、ちょこちょこっとね、例えば1年間発信してそこで、はい終わりましただったら、ビジネスとか集客にならないわけですね。 だからそのネタ切れをしないようにやっていくっていうのも一つの戦略なわけですね。常に発信し続けないといけない。今発信したものがじゃあ10年後ね、ずっと集客してくれるかって厳しいじゃないですか。だからやっぱり、やっぱりうまくいってる人ってのはずっとこう、まあ継続して、一貫性を持って発信を続けてますよね。それは日本もそうだし、海外もそうだし。だからここでポイントになってくるのが、自分が継続できるテーマなのかとか、ジャンルなのかってことはすごく大事なんですね。 よくそのビジネスを選択するときに好きなことをすべきなのか得意なことをすべきなのかみたいな議論が出てくると思うんですよ。でこの2つがイコールの場合であればもうね、有無を言わさずそれをビジネスにした方がいいと思うんですけど仮にイコールじゃない場合好きなものと得意なものが違う場合どっちを優先するのかってことですね。これはまあ人によってまあ主張は変わってくると思うんですけど僕は好きな方がいいと思うこの得意なことっていうのは 短期的に成果出すんだったら、もうすでにアドバンテージのある得意なことをやった方がいいと思うんですけど、長期的に続けていくんだったら、好きなことじゃないと続かないんですね。得意だけど、あんまり好きじゃない、やりたくないんだったら、ずっと続けてない苦しくなるから。だから、早く成果出したいんだったら、得意なことを選ぶべきですけど、長期的に成果出し続けたいんだったら、好きなことをやるべき。スティーブ・ジョブズもね、自分の好きなことをビジネスにしなさいとか、ビジネスをもっと愛しなさいとかね、っていうようなことを言ってるわけじゃないですか。これはまあ他の人もいろいろ言ってるわけですけど、 この好きなことっていうのは探求心があるんで、どん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 こうね、自分で自発的に学ぶようになるんですね。だから、ネタが切れないわけですよ <laughs> ですよ。だから、ネタが切れるっていうのは、僕から言わせるとですね、ネタが切れてんじゃなくて、自分が発信したいメッセージがなくなってるだけなんですね。僕の発信聞いてもらったらわかると思うんですけど、毎回ノウハウの話ばっかりしてるわけじゃないと思うんですよ。何かしらの自己主張があって、ただそれを言いたいから発信してるみたいな。まあ、 メインチャンネルの方で、えっ、ー、と、思考型アウトプット、情報型アウトプットっていうね、テーマで話をしてるんで、詳しくはそこを聞いてほしいんですけど、どちらかというと、思考型アウトプットの方が僕は多いんですね。自分が思ったことを発信するみたいな。でもそれって、じゃあ情報として価値があるかっていうと、学びとか知識とか、そういった点における価値はないかもしれないけども、それによって感情が動いたりとかね、すごく共感を生んだりとか、よく言われますけど、勇気づけられましたとかね、自分にもできそうな気がしてきましたみたいなこと言われるわけですよ。それは、 情報としての価値、まあ、知識としての価値はあんまりないかもしれないけども、相手をやる気にさせるような発信になっているからですね。なんでそうなるかというと、そこにメッセージがあるからですよ。自分なりのね。普通のノウハウとかって、例えばこういうことはこういうふうにやったらできますよみたいなノウハウってメッセージがないじゃないですか。だから刺さらないですね。メッセージがないとやっぱり刺さらない。だから情報発信ができないっていうのは、要するにもうこれ以上伝えたいメッセージがないってことです。でなんでこの伝えたいメッセージがないかっていうと、 情熱がないからですよ。自分が何かに対してすごく情熱があったら、もうとにかく伝えたいことはいっぱい出てくると思うね。あれも言いたい、これも言いたいみたいな。だからネタがないんじゃなくて、情熱がないだけなんですよ。だから、ね、今後5年、10年ずっとこう情報発信を続けていきたいんだったら、好きなことをやっぱりテーマにした方がいいんですね。じゃないと絶対に、まあ、演出とするというかね、ガス欠を起こすから。ネタがないってなる。ネタがないって言ってるのは、要するに自分もそれ以上、 世間に対して言いたいことがもうないですよって言ってるのと同じだからね。だからそこをまず考える必要があって、だからこそ僕は好きなことをビジネスにすべきだと思うし、今はその好きなことが下手くそとかね、全く知識、経験がないことであったとしてもですね、好きなことってのは自発的に探求して学んで、スキルを磨こうとするから、いずれ上手になっていくんですね。だから、1年とか、 まあそういう短いスパンで見ると好きなこと全然やっててもね、うまくいかないってなるけど、じゃあ5年、10年、20年ってスパンで考えたらね、どれぐらい成長するんだって話じゃないですか。伸びしろがとてつもないわけですよ。っていう視点で考えると、やっぱ好きなことやった方がいいし、そうするとやっぱ情報発信が苦じゃないんですね。例えば僕もこのね、今まで発信したような内容、900エピソードとかね、500動画とかって言いましたけど、じゃあこれが僕は全く興味のないジャンルだったらどうかってことですよ。 で何でもいいですけど、じゃあ仮想通貨とかね。仮想通貨に関する情報発信をやっていこうって言ったら、多分続いてないと思います。下手したら1ヶ月も続けられないかもしれない。それは何でかっていうと、興味がないからですね、全く。だからそれは僕のスキルじゃないんですよ。スキルがあるから情報発信は継続できてるんじゃなくて、単純に好きで情熱があるからやってるに過ぎない。だから発信したくてしょうがないみたいな状態になるわけですね。だから続くと。ネタがどんどん降ってくるとことですね。 だからネタがないですっていう人はあんまり考えてないんですよ。ネタがないな。あじゃあ今日も発信もういいや、ネタないしって止まっちゃうんですね。で、そこで情熱のある人っていうのはそれでもやっぱりね、こう、やりたいやりたいっていうのね、発信しなきゃって思うから、もっと深く考えるわけですよ。もっと深く考え,と考えると思考がすごいですね、なんていうんですかね、まあ、降ってくるっていうんですけど僕の中では。その降ってくるような状態になるんですね。そうするとネタがひらめいたりとか。で、そういう時にひらめいたネタっていうのは結構、まあ、すごいいいネタだったりとかね。 思わぬ盲点、自分でも気づきもしなかった、ね、大きな盲点があったりとかっていうことがあるわけですよ。だからそのあネタがないやいいやって諦める程度の情熱でしかそのビジネスをやってないからネタ切れを起こすわけであって、そこでね、いや何,でもぜ何が何でも,、ね、もう自分で決めたんだからやるんだってね、強い気持ちがある人っていうのは、あ今日ネタないや、じゃあいいやにはならないですねで。そういう姿勢が結局のところ成果に反映されるわけですね。あ今日ネタないからいいやって 言ってるる人と、何何が何でも絶対にやるんだって言ってて言るる人、当然出る成果は違うじゃないですか。じゃあ例えば学校の部活に置き換えてね考えますけど今日なんかもう練習めんどくさいし今日は休もうみたいなね風にこうやってる人と今日はちょっとしんどいけどねちょっとまあでも頑張って練習しなきゃってねやってる人1回2回だとそんな差開かないと思うんですけどそれが100回200回300回とね続いていったらどん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 差が開いていくわけですよ。 だから結局のところ、どれだけ自分が強い気持ちでやってるのかっていうのは大事なわけですよ。そこに強い気持ちがあるからこそ、やらないとっていう風にね、コミットが強くなって、ネタがないっていうぐらいで、あ、今日発信やめたみたいなことにならないんですね。僕も頻繁にありますよ。こんだけ発信しては当然。特にこのポッドキャストとかの、ね、セカンドチャンネルの方は、もう言うことなくなったなみたいな話、頻繁にあるんですけど、それでも考え続けるとやっぱ降ってくるんですね。ちなみに余談ですけど、このポッドキャストとかもね、あの、 多分過去にも話したことがあると思うんですけど、あまりにもテーマをニッチにしすぎると、ネタ切れが早く起こるんで。このチャンネルだったら音声配信とか、ポッドキャスト、オーディオブックとかね、そういうテーマにしてますけど、やっぱりどうしてもこうね、範囲が狭まってしまう分、まあ、ネタにこう、あまりね、えー、バリエーションが持たせられないんで、結構ネタ切れを起こしやすいんですけど、まあ、それでもね、こう、知恵を絞って発信していくっていうのは大事で。だからあまりニッチにしすぎるっていうのもちょっとね、発信する上において、まああまりこう、なんていうんですかね、 柔軟性がないというか応用が効かなくなってしまうんでそのあたりもちょっと考えていく必要はあるんですけど何よりも大事なのは、まあ、情熱を持って取り組むってことですね。自分が本当にやりたいことだったら勝手にやるしねやるなって言われてもやるんですよ本当にやりたいことっていうのは。だからそういう状態を作っちゃえばあとは勝手に発信できるようになるしね好きなことだったらお金かけて勉強するじゃないですか。だからそれをやっていれば自然と知,恵も、ね、知識もついてくるし発信する内容も増えてくるしね。 好奇心が出てくるわけですよこれって何だろうともっと知りたいなと思うからそれを勉強してるとそれを今度発信できるようになったりとかねするんでだから情報発信をするときに考えるのは自分がずっと情報発信を続けていくことができるような情熱のあるテーマなのかってことを考えないといけない単純に儲かりそうだからとかっていうね安易な理由で決めてしまうと間違いなく途中で情報発信が枯渇して、まあ、ネタ切れをね起こして挫折みたいな感じになってしまうんで その点ね、まあ自分の経験を踏まえて思っていることですけど、情報発信するとき、テーマを決めるときっていうのはそういうふうにね、するのがいいと思います。